M8AGS はアメリカ合衆国の FMC 社が開発していた軽戦車、空挺戦車である。M551 シェリダンの後継としてアメリカ陸軍に正式採用されたものの、冷戦の終結を受けた国防予算の削減に伴い、最終的に計画はキャンセルされた。1977年8月24日、ジミー・カーター大統領は、 大統領指示18号により、全世界的規模で、即応展開できる部隊の創設を加齢した。翌1978年、アメリカ陸軍の第82、第101空挺師団の2個師団と、アメリカ海兵隊の1個師団に対して、即応展開任務が指定されたものの、この時点では単なる書類上の規定に過ぎなかった。しかし、 翌1979年のイラン革命へと、これに続く第二次石油危機を受けて、この種の部隊の必要性は一気にクローズアップされることとなった。カーター大統領は1980年1月の一般教書演説で湾岸地域での紛争に対して積極的に介入していくというカータードクトリンを示し、 その先兵として、緊急展開軍の創設が決定された。この緊急展開軍においては、軽装備の二国予定師団と、重装備の第24不評師団とともに、空輸による戦略機動力と従来型風評師団の火力を両立した、先進系風評師団として、第9不評師団が指定されていた。1 9八十年代初頭より、アメリカ陸軍は、 この先進系風評師団や AOE 系風評師団のように優れた戦略機動力を備えつつも一定レベルの火力を備えることを求められる部隊に対して機構火力を付与する計画を開始した。1980年に開始された際には機動防護法システムと称されていたが、後に装甲法システムに解消された。 これは空挺手段で用いられていた M551 シェリダンと走行機兵連隊で用いられていた BGM-71 等搭載型半 B を同時に代替するためのものであった。1983年 FMC 社は軽量近接戦闘車両の開発に着手した。これは当初は プライベートベンチャーとして開始されたものの、後に紹介性の上で、AGS 計画に応募された。AGS 計画では、キャデラックゲージ社のスティングレイ系戦車や、テレダイン社の遠征戦車と採用を競った結果、1992年、CCVL が XM8 として採用された。1995年10月、XM8 は M8AGS として正式化され、 生産準備の完了を宣言された。しかし、翌1996年2月5日、アメリカ陸軍は計画のキャンセルを発表した。アメリカ陸軍への採用の道を断たれた、ユナイテッドディフェンス社は、トルコや中華民国への売り込みを試みたが、これは成功しなかった。ただし、本社の動力系をもとに紹介量の上で、開発された UC ブップは、 シンガポールテクノロジーズキネティック社においてバイオニクス不評戦闘車や SSPH プリムス自走榴弾砲に採用されている。製造された試作車は一両が1994年にはルージット高速ミサイルシステムのテストベッドに用いられ、また2003年に一両が M8 サンダーボルト AGS120 の名称で、 自動装填装置付き 120mm 格好砲を搭載した試験車両に改装されたが、いずれも試作のみで量産はされていない。試作車のうち数量は民間に払い下げられて減存している。ルージットの発射機を搭載した試作車のうちの一両2018年からアメリカ陸軍が不評旅団戦闘団のために500両規模の採用を計画している。 機動防護火力、モバイルプロテクテッドファイアーパワーの候補として、ベシステムズの M8AGS の近代化バージョンが、ゼネラルダイナミクスランドシステムズのグリフィン2と共に、最終候補に選定された。両社に、各12両の先行量産者の納入契約が、締結されており、2021年1月から6月までの、見込みで評価を実施し、 採用が決定すれば2022年度から量産を開始する予定である。動力系は多くがアメリカ陸軍がすでに運用していた装備品との相互運用性を重視して開発されている。エンジンはデトロイトディーゼル車製の2ストローク V 型6気筒エ液レーターボチャージドディーゼルエンジンである6ボルトから 92TA が採用された。これはヘムトで採用された。 同社製の V 型8気筒エンジンである 8V から9 2 t a と6 5の共通性を備えている。ジェット燃料を用いた場合は5 5 0馬力ディーゼル燃料を用いた場合は5 8 0馬力と、出力が異なる。変速機は M2 ブラッドレー不評戦闘車及び M270MLRS と、 同系列のゼネラルエレクトリック車製の HMPT-500 から 3EC 油圧式変速機が採用されている。これらは整備性を重視してパワーパック化されており、容易に後方に引き出して整備できる。走行装置は誘導輪と6個のゴムタイヤ式転輪、後方の軌道輪より構成されている。喧嘩装置はトーションバースプリングが採用されており、また、 1> 第1.23.56点輪には、ショックアブソーバーが備えられている。手法は、国産の 105mm ライフル砲、M35 を搭載する。これは、1980年代当時の、主力戦車であった m 1イブラムスや M60、パットンが搭載していた M68 をもとに、五座長を増すなどして開発された、低反動砲である。なお、車体の小型。 軽量化のため、本社は装填手を排して乗員は3名構成へとなっており、弾薬の再装填は自動装填装置を用いて行われる。搭載弾は31発で、うち21発が即溶弾となっている。また、射撃統制システムは M1A ブラムス主力戦車の搭載品から派生して開発されており、デジタル化されたコンピュータとレーザー即虚偽を備えている。 ユーザーインターフェースは、イギリスのチャレンジャー2のものが採用された。副武装は、同軸機銃に 7.62mm 機関銃、M240 を、社長用武装に 12.7mm 銃機関銃、M2 を一丁ずつ備えている。前任者である、M551 シェリダンと同様、空輸性を確保するために、アルミニウム合金製の車体を基本として、 鋼鉄製の装甲を備えている。また、さらにチタン製のアップリケ装甲を追加装備することで防護力を確保している。防護力としては3段階が設定されている。ありがとうございます。